はい、スミテレビの時間です。今回もですね、前回同様に、日常生活を営む上でふとこう疑問に思うことですとか、まあ、そういった些細な問題を解決していきたいなと思うんですけども、今日ですね、キャッシーの前に薬を並べてみたんですけども、これ普段僕が飲んでる、まあ、薬というか、なんていうんですか、サプリメントっていうんですかね、たちなんですけども、こういうベータカロチンとかカルシウムですとか、マルチミネラル、あとアリナミン A とかですね、まあ、いろいろあるんですけど、こういう、まあ、このアリナミン A は何ですか、ビタミン A が入ってるんですかね、B ん、あ、B ですね、 B アリナミン A はビタミン B が入ってるんですけど、これも毎日飲んでるんですが、こういうのは大体水で飲んでくださいみたいに書いてあるんですよね。ここにも食後すぐに水またはお湯で噛まずに服用してくださいで、まあ、そういうふうに書いてあるんで、なるべく、まあ、水で飲むようにしてるんですけど、まあ、お湯って選択肢はあんまないので、水でこれを飲むじゃないですか。で、飲んだ後に割とすぐコーヒーとか飲みたくなっちゃうんですよね。これ皆さんそうだと思うんですけど、そうするとですね、せっかくアリナミン A を水で飲んだのに、すぐその後コーヒー飲んじゃうと、コーヒーでアリナミン A を、まあ、ビタミン B ですけど、を飲んだのと同じことになってしまうんじゃないかと、これ毎回すごく気になるんですよね。というわけで、今回解決したい疑問はこれです。じゃん。薬を水で飲んだ後にコーヒーを飲んだら、これ一緒になっちゃうんじゃないかと、こう絵で描くとこういうことですね。薬を水で飲んだ後にコーヒーを飲んだら、薬をコーヒーで飲んだことと、ここはイコールになってしまうんじゃないかと。このアリナミン A のパッケージの裏にですね、お客様相談室っていうところの電話番号が載ってますんで、ここにちょっと電話をかけて今の疑問をぶつけてみようかなと思います。あ、今回もね、電話で解決しますんで、ちょっと今かけますね。あ、もしもし、スミテレビのスミと申しますけれども、こちらお客様相談室、あ、いえ、インターネットなんですけれども、それでちょっと普段からちょっと気になっていることがありまして、今ちょっといいですかね。あ、はい。ですね、僕いつもアリナミン A5 を飲んでるんですけど、これ用法用量のとこに、食後すぐに水またはお湯で噛まずに服用してくださいってあるじゃないですか。で、まあ、僕は水で飲む派なんですけど、その水で飲んだ後すぐにコーヒー飲んじゃうと、これはそのコーヒーでアリナミン A を飲んだことと同じことになってしまうんですかね。いや、水で飲んでます。はい。水で飲んだ後に、すぐコーヒーが飲みたいので。あ、開けた方が、いいんですか、やっぱり。それはやっぱりその水で飲まない、飲んだ後すぐにコーヒーを飲むと、同じことになるってことですか。ああ、ここに記載されているもので服用する。いや、それは服用はしてるんですね、水で。はい。はい。あ、いや、コーヒーがで飲んでいいかってことではなくてですね、水で飲んだ後にすぐコーヒー飲むと、あ、どうですかね、これは。あ、はい。あ、ちょっと。お待ちくださいってことで、あ、ホリオン、あ、あ、もしもし、あ、はい、すいません、あ、
あ、水では飲んでるんです。で、その後すぐにコーヒーはやっぱ飲まない方がいいんでしょうか、これは。はい。あ、例えばこのアリナミン A に限って、その他の薬はちょっと置いといてですね、アリナミン A を水で飲んだ後にコーヒーはやっぱ飲まない方がいいってことですかね。あ、間を置いて、大体まあ間隔空けるとしたらどれぐらいなんですかね。はいはい。わかりました。はい、すいません、お忙しいところ。はい、ありがとうございました。では、はい、ありがとうございました。はい、失礼します。結局水で飲んだ後、まあアリナミン A に限ったことですけどね、すぐにコーヒーを飲まない方がいいと、やっぱり。で、30分から40分ぐらい空けてから飲むのがベストでしょうと。ただ、まあ、薬はそれぞれその用法用量が違うから、一概にじゃあその薬を水で飲んだ後すぐにコーヒーを飲んじゃいけないとかいいとか、そういうことはお客様相談室の人のその判断ではそういうことはお答えできない。でも、まあ出てくれた方のうな残業では3、40分空けるのがまあいいでしょう。今回は割と解決したんじゃないですかね。そういうことで、今回のスミテレビはこの辺で、お別れしたいと思います。では、また再来週。